つもこうなんだよな。ちょっと間に合わないんだ。どうせパジャマ買うんなら私のも一緒に用意してくれたって。いい身分よな。こっちなんか生きてる人のことで精一杯だっていうの。このうちは俺が働いて建てたんだぞ。なのにお前なんでおばあちゃんちなんだ。憎む相手がいないだけ余計こっちは辛いんだから。ちょっと話してごらんよ。あれやめてよ。こんにちは。ただいまでしょうが。ご無沙汰してます。来てたのか。どう知ってたくせに。ねえ、お葬式じゃないんだから演技でも。いいじゃない。だってこの子のおかげでみんなこうやって集まれるんだから。そうだけど、はい、このうちは俺が働いて建てたんだぞ。おばあちゃんちなんだ。頼むからさ、二人でどうにかしてくれよ。俺巻き込まないでさ。どうせパジャマ買うなら私のも一緒に用意してくれたって。スバルは演歌じゃないよ。演歌じゃないですよ。スバルは兄さんが出来たら今頃どうなったか分かるんじゃないですからね。だから謝ってたんじゃない。すいません、生きててすいませんって。誰だっけ、ラザーさんだっけ。林家三平じゃないの。これすいません、すいません。10年やそこらで忘れてもらっちゃ困るのよ。憎む相手がいないだけ余計こっちは辛いんだから。ちょっと間に合わないんだ。